ネイエンの戦いで城壁を攻撃する五金軍。ネイエンの戦いは、民進行大機の1626年に発生した、民と女神の後金の間の戦い。後金は、1618年から民と戦っており、藩であったヌルハチは、民の交渉裏長吉の助言によって、ネイエンを攻撃に適した対象であるとみなしていた。後金は、ネイエンの攻略に失敗し、 ヌルハチは攻撃の際に負傷した。民の明白な勝利により、8年にわたる敗戦を続けたアキラが一時的に勢力を回復することとなった。民は1626年までに、後近に一連の敗北を喫し、1621年には中核都市である信用を、1625年には公安都市である旅順を失っていた。1622年に、 兵部省所に任命された孫昌衆は、自ら後勤に備えて、山海艦異性の築城を計画し、遠数官は、年円の担当となった。だが、東林党を弾圧する、義中剣と孫昌衆の対立が激化し、部下の馬与流が、柳川の戦いで敗れると批判され、孫昌衆は辞任した。公認の両党計略広大は、万里の頂上外の全民軍に撤収と、 三回考外の放棄を命令した。縁は、強行任意を申し立て、結果指揮下の部隊のみで、ネイエンを守ることとなった。縁の指揮下には二万名が止まった1626年に、ヌルハチは民が撤退したとの知らせを受け、李長吉の助言を受けて、ネイエンに前進することを決定した。ネイエン攻略のため、ヌルハチ自らが十万から十三万の兵を率いた。当初ヌルハチは、 ネ縁の防衛者を簡単に降伏させるための説得を起とし、二十万の軍勢であることを誇る手紙を送ったが、縁は信じず、約十三万人でしかないだろうと言い返した。さらに縁は、配下の昭万渇ら、さたすく、曹子と武器、中名、南渇なら少子を集め、死守の誓いを立てた。この時、必死即成、殺を即死、エバスナは窒質。ゴシ 自閉という古代の格言を引用したと言われている。縁は、清の作戦を行い、家など、ネイ園外のものをすべて焼き尽くすよう命じ、そうすることで、後金軍が何も使えないようにした。紅れない大砲が、城壁沿いに据え付けられ、福建省出身の狙撃手が割り振られた。小石の列が公平を防ぐために、城壁の基礎に置かれた。 戦闘の前日園は自ら防衛状況を点検するために壁沿いに歩き、公然と残った兵士と決命をすることでアトキンへの挑戦を表明した。園はこの時山海間に見つけた脱走兵は処刑するとの命令を送り、従って都市の戦意は大いに盛り上がった。アトキン軍が到着しねえの周辺に宿営したが、発砲する民軍の大砲の射程距離を見誤り、 退却を余儀なくされた。戦闘は最も脆いとみなしたネイエンの南西閣に対する攻撃をヌルるチが直卒することで始まった。民の大砲が火を吹き、アトキンの騎兵隊に大量の死傷者をもたらした。アトキン軍は防御を強化した工場兵器を救兵による火力支援下で用いて別の角を攻め、守備に当たる民軍を誘引し、気兵でその側面を突く。 ことを目論んだ。しかし通常の砲撃に加えて、防御部隊は有毒の爆弾によって、後金軍の進撃を阻み、工場者は牢や城壁から、それぞれが撃たれる結果に終わった。一部は城壁に取り付こうとしたが、事前に民が設置しておいた小石の列が燃え出し、霊園周辺に火炎の防御策が巡らされることになった。続いて炎は消耗分隊を送り出し、 残りの工場兵器を処理した。そうしているうちに、アトキンは、ネイエンの別の角を攻撃していたが、燃える油と消夷性の攻撃で撃退された。火薬と油が布地でくるまれたものが投下されていた。アトキン軍はその夜撤退した。包囲がうまくいかないのを見てヌルハチは、ネイエンの主要な国葬地帯であるサトシカ島を攻撃するモンゴル機兵部隊を派遣した。 サトシカの防衛は、アトキンは船がなく水兵が貧弱なために、サトシカに侵攻できないと信じ込んでいたため、緩いものであった。しかしこの年角か島周辺の海水は凍結し、アトキン軍は、騎兵隊と共に渡ることができた。攻撃で数千人が死に国葬が破壊されたが、サトシカは、当面民の勢力化に保たれた。 攻撃失敗の数日後、ネイエンは依然として陥落せず、それどころか、古今軍に多大な損失を与えていた。ヌルハチ自身が砲撃で負傷し、政教への撤退を決めた。269個の首が、円数官の舞台に取られ、勝利の証として、北京に送られた。エンは、右戦と魚師に昇進した。ンは湿地を取り戻すために主都市の要塞化を進行させ、 ネイエンの北にある金州の防備を構築した。典型ミカドは、園の建設事業を支援する4万の部隊を派遣した。ヌルハチは8ヶ月後に、新用で死去した。八南で、序列第4位の倍録である本体寺が、新たな大汗となった。父と同様に本体寺もまた、1年後に、ネイ二式の戦いで敗れた。ネイエンダッシュに失敗したことが一時的に、 アトキンの進撃を停滞させたが、アトキンは、北海沿岸と李氏朝鮮で圧力を増した。全体として女神は、円数館の死後でさえネイエン守備隊の防御を破れなかった。しかし1644年、民の数定帝は、理事政の反乱軍に対して、北京を守るために、北京に撤退するようネイエン守備隊に命じた。ネイエン守備隊は、北京陥落前に到着できず、 数帝帝は自殺した。その五神が反乱軍を破り、北京を手に入れた。広大の前人であった孫昌州は、総勢11万の兵を備えていた。ありがとうございます。